皆さんお待たせしました。本日は藤原歌劇団バス歌手の東原貞彦さんにお越しいただきたいと思います。それでは東原さん、よろしくお願いします。どうも、こんにちは。こんにちは、バス歌手の東原です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京に、そうですね、高校出て、ね、で、国立音楽大学にですね、入りたくて、受験してそうですね、なんとかギリギリ入れたんじゃないかと思いますけども。もうそれからはずっと東京ですか？そうです。東京というかイタリアに留学してる時期も結構長くあったんですが。あ、何年ぐらい行かれたんですか？もう10年ぐらいはいたと思います。イタリアどちらに？イタリアはですね、最初は、ミラノとパルマの間のピアセンサという町に何年だかな、2年くらいいましたかね。それからあと8年くらいはミラノに、ミラノの中でも何回か引っ越しはしましたけども、ミラノ のイタリアの生活をすごくね、素晴らしい国で、割とこう私ののんびりした性格と合うので、一度イタリア行くと帰りたくないなみたいな形で長くいてしまったんですけど。音楽との出会いっていうのは、歌はいつぐらいから始めたんですか？歌はですね、高校受験のためにちょうど私母がやっぱり国立音大を卒業して、で地元で声楽を教えてましたので、まあ、母の紹介というかでやってみたらどうかっていうのもありまして、で当初は中学3年生の時にコンクール受けてみたらどうかって母に言われて、ちょっと1曲だけこう母 のこれどうかなっていう曲をですね、読みながら母の伴奏で練習してる時期はあったんですが、まあ結局その受験勉強、まだ音楽高校に行こうかどうかはっきり決めてない時期で、まあ、受験勉強のまあ妨げになるんで、まあ、やめときましょうになって一度やめたんです。でも結局その後、それがきっかけでやっぱりこう歌の楽しさっていうのをちょっと私も分かってきて、いやこのままやっぱり音楽の道で進みたいということで、音楽科がある高松第一高等学校に入ったと。まあ、母が私学の高校で教えてましたので、自宅でレッスンをすることも結構あったんです。でずっと私 もう小さい頃からもうハイハイする頃からですね、交流文献とかですね、コンコーネ、まあ、初学者がこう勉強する教材があるんですが、あと古典イタリア歌曲集とかね、その中のこう曲を皆さん高校生がですね歌ってるのをずっとこう聞いて育ったので。そうですね、なので最初高校に入って、まあ、自分が今度はそのコンコーネとかね、イタリア歌曲集とかをこう勉強する時にも全部こうなんとなく耳に入ってる状態だったので、譜読みをしない習慣がついてしまってですねもう知ってる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 って、お聞いたことある聞いたことあるっていうので、でもその後今度譜読みしなきゃいけない新しい曲にチャレンジするときに大変になったっていう声があります。はい、イタリアにいるときにジュゼッペ・ヴェルディの作品を歌う機会があったんですね。でちょうどイタリアミラノにはジュゼッペ・ヴェルディの憩いの地でジュゼッペ・ヴェルディが建てられた老人ホームがありまして、その中にベルディとベルディ先生とといいますかね、ジュゼッピーナ、ストレッポーニさんのお墓がですね、
中にあるんです。だからあのヴェルディの作品を歌う時にはですね、必ずそこに行って、あの報告をこれから歌いますので、どうぞよろしくお願いしますっていう風にする習慣はつけてました。それじゃあですね、はい、休みの日は、どんな風に過ごしているのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。休みの日ですか？はい、いろいろですけども、まあ、ゆっくり音楽を聴いたり読書をしたりっていうことも時間は取るようにはしてますし、あとはあのうちの中のことをいろいろ触るのが私は好きなので、DIY 的なものですか。DIY。そうなんですね。そうそうです。トンカンしたりとか。トンカンしてますね、結構。あ、そうですか。そうですね。あの、いろんなものを壁につけたりとか、あの、物直して修繕したりとかっていうのが好きなので、あと大工道具は結構うちにいろいろ揃えてはあるんですけども、あとはそういうとか、あとはあの、うちの周りの掃除とかですね、掃除の木とかそんなんでいいんですかね。いいですか。ですね、はい、ここでプライベートの質問なんですけども、はい、東原さんの趣味を一つ教えてください。趣味、はい、最近始めたことでもいいですか。あ、いいですよ。あのギターを始めたんですね。え、何ギターですか。一応アコースティックですけども、あのフォークギターですか、スチールの弦だから、クラシックじゃなくて、あのピックガードがついたフォークギターですかね。はい、このチャンネルを見ている、はいはい、オペラファンの皆様に何か一言お願いいたします。ですね、今ですね、藤原歌劇団、若手の歌手から素晴らしい歌手の方がどんどん、出てこられて、藤原歌劇団公演をですね盛り上げていただいてます。こう主役の方々がね、あの若い歌手たちの方でどんどんエネルギッシュに盛り上げていただいて、で脇をですね、まあ、あの年寄りの役が多いですから、あのだんだんそういう役が合ってくるのかなとは思いますけども、あの脇だからということに甘えないで、こうぐっと底上げしていい公演をですね皆様にお届けできるように、あのますます若者に負けないように頑張っていきたいと思っておりますので、皆様楽しみにご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。本日は藤原歌劇団バス歌手の東原貞彦さんにお越しいただきました。東原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。